さあ今日は2020年の、令和2年12月15日の火曜日になります。妙見チャンネル妙見です。そして、大空寺に、突き刺さるようなことを妙見が言われまくって、で精神的にダメージを負って、素晴らしいストーリーを描いたアノニマスです。というわけで今日12月15日何の日、今日からですね、年賀郵便特別扱い開始日となります。今日からこれはね、この日、今日から12月25までの間ねに年賀状を投函すると、翌年の元日の1月1日に必ず届きますよと。年賀状の特別扱いが指定局で開始されたのは1899年のこと。その後、1905年に全局で特別扱いが開始と、1906年に制度化されたと。日本では古く奈良時代から新年の年始参りっていうのがあって、年始の挨拶をする行事がありましたよと、平安時代には貴族や公家にもその風習が広まって、挨拶が行えないような遠方などの人へ年始参りに代わるものとして書状による年始挨拶が行われるようになったと。まあこれが年賀状の走り、奈良時代からあったってことだ。ああそうだね。というわけで今日12月15日誕生日の有名人、イケメン、ハンサムって言った方がいいかな、高橋克典さんでございます。日本の歌手、俳優、司会者、この人、まあやっぱ今の子たちは多分知らなそうだけど、特命係長ただの人シリーズとか、サラリーマン金太郎っていうやつで、主役をやってた人でございます。というわけで今日12月15日誕生日の歴史上人物、ボー君ですね。ネロクラディウス、ネロクラディウス全部読むとネロクラディウスカエサルアウグスト、ゲルマニクスっていうらしい、長いね。まあローマ帝国の第5代の皇帝。まあこの治世の初期はやっぱりいい家庭教師でもあった哲学者のルキウス、アンナエウス、セネカや近衛長官であったセクストゥアフラニウス、ブルッスの教えや政治の補佐を受けて名君っていう誉れが高かったと最初ね。で暴君ぶりや元老院議員の生死まで左右して、62年に法務官職にあった者が宴席でネロの悪口を言ったとかで死刑をされるっていうことから始まって、まあいろいろやってると、まあ、ただこの暴君ぶりは本当かどうかは分かんねえよって言ってる人もいますな。というわけで今日12月15日誕生日のアニメ漫画キャラクター FGO から、さっきも言ったね、ネロクラディウスです。ネロです、ネロちゃまでございます。そしてスクールデイズシリーズから足利勇気です。あ、この子男です。男なんだけど察してね。というわけで今日12月15日誕生日の方おめでとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた。